こんにちは、まーです。今日はですね、消滅都市2やっていきたいと思います。今日は、タイトルにもある通り、ガチャの結果報告です。なぜこのような動画になったかというと、こちらの鋼の錬金術師コラボガチャ、これを押した後の画面に行くと、ユイのアゲインが流れるんですよ。私それ知らないで撮ってて、したっけ、やっぱり著作権とかそういう問題になって引っかかっちゃうので、動画出せなかったんですよね。なので、結果報告になるんですけど、なんでこのお知らせ見ながら行こうと思うんですけど、まず結果から言うと、私50連ぐらい引いてんですよ。まあ5連だけどね、1回が大爆死ですよ。出たキャラ言ってきます。ウィンリー、ヒューズ、シャオメイ、メイ&シャオメイ、ランファン、リン。はい、星4は出ました、全部。あとはこのアレックス、リザ、エド、ロイ、星5星6全く出ません。さっきもこの動画撮る前に聞いたんだけど、見てください、このなぜかこれがいるっていう。レインボー来たと思ったらこいつ、もう3回目ぐらいですよ。でね、リンなんてね、もうね5、6体来たよ。7体ぐらいかな、結構来ました。次にウィンリーちゃんも多かった。次にこの人、もうだんだんこの口腹立ってくるもんね。もうで、これがね、ちょろちょろ出て、これは1体しか多分出てないかな、あ、2体ぐらいかな。もうね、やばいですよ、本当に。もうね、びっくりした。やっぱりコラボって闇だなと思いましたね。私、他のコラボでも爆死したっていう話したと思うんですけど、レンガチャで対象魂1体確定。もう何が確定してるんやっていう。今見てください。福沢0枚ですよ。もうね、辛いね。でも結構ネットで、消滅都市、ハガレンコラボって検索して、なんかネットにこう上がってる、なんだ、情報なんですけど、ガチャの結果、結構投稿してる人見たら、結構な爆死でしたね、皆さん。もうそれこそ何百連して星4だけとか、なんか星5一体とかさ、エドとロイの話を聞いたことがないもんね。だから相当これ確率やばいんじゃないかなみたいな。確率って書いてましたっけ、ガチャ画面行かないとないのかな。ここにはないか。いや、でもとにかくやばいですよ、本当に。もうでも私まだやりたいんだよな、引きたいんですよ、諦めずに。いつまでだっけ、1月4日か。地味にまだじゃないや、すぐだな、引けてあと1回かな。まあそんな感じなんでね、はい、なんか私コラボガチャには縁がないのかもしれません。パズドラもね、ハガレンコラボダメだったんですよ。あ、でもパズドラは最高レアリティのキャラがブラッドレイ、ロイ、エド、あれ、あともう一人いたっけ、あー、あいつだ、弟アルフォンス、アルフォンス、あれ、みんなアルフォンス、あ、いいのか、アルか、
だったかな確か。あれ違ったかな、え多分そうです。でブラッドレー出たんですよ。まあ嬉しかったんですけど、やっぱ違うんですよ、ブラッドレーじゃないっていう。で消滅都市はね、あのイベントでブラッドレーは手に入るみたいな、まあ、てな感じで、また弾けたら弾いて、まあいい結果だったら報告したいと思います。ご視聴ありがとうございました。